紹介する時計はオメガランチェロ、リファレンスナンバー 2990-1、 キャリバー267のアンティークウォッチになります。ランチェロは50年代後期の南米に向けて販売されるために製造されました。こちらの時計も1950年代に製造され、文字盤はホワイトでトライアングルインデックスを採用しています。12時下にはオメガランチェロ30ミリの表記があります。ケース系はラウンド型、ケース素材はステンレス、ケース系は縦 34.9mm、 横 34.9mm、 厚さ 10.1mm になっています。針はブロードアローを採用しています。こちらの時計は生産数が極めて少なく、メンテナンスもしやすい 30mm キャリバーが採用されていることもあり、時計マニアから非常に人気が高い一品です。